うなぎあれはもう5年6年、鯉が4年かな、あの鯉なってた4年か5年かかるんですけど、これは3回で白いやつで、ね、まとまって、それが1年です。あれで、ステージとランシュを分けて、私は7年、かば焼きまで食べようと思ったら7年。すごいな。あ、もう白いやつの、はい、そうですね。私はね、あの、ここに来たけど、これを垂れ流してここに来たら良かったんですけど、あ、そういう時に来たら、息がなくなって、潮の流れに入ってこなくなりますから。水滴じゃないんですかね。潮の流れがないと。今日はね、たどり着けませんので、4日しか餌持ってませんからね、この赤石で、子供の愛は。だから、人工物質をそこで孵化させて、こっちに餌はやるよね、流し込む。その前のこの作業をしてるんですね。すごい生命です。これを、こういう伝統漁法を今、世界農業遺産で認められて、これだけじゃなくて、うかいも認められてるんですね。これが吉野から続いてユネスコの無形文化遺産から重視を世界農業遺産は自分で言ってたんでややこしいですね。二人仲良くして日本の絵を一緒にすればいいって言ってるんですけども、どうも福田さんと琴井さん通りが合わなくてね、あまり仲良くないみたいですなんか知りませんが、ね、そうそうそう、県の方が上でね、市の人がちょっと劣等感持ってるのかな、なんか知りませんが困ったもんです。いずれにせよ世界農業遺産は選ばれそうです。来年5月ローマが本部でローマで決まりますが、でユネスコの世界遺産はちょっと時間がかかるんですね。でも10年以内です。これ見える、これ全部卵、農業遺産にも大きいだ、ね、卵だよ、ね、